この男には怖いものなんて何もない。開始早々激しいラッシュで攻め入る亀田、強烈な左フックが顔面を捉える。ここからはまさに一人舞台、ボディに顔面に次々と決まる強烈なパンチ。なんと相手に一発のパンチも出させないまま1ラウンド44秒の秒殺ノックアウト。